はい、どうもこみです。さて、本日はですね、TH コンプリーターさんから動画をお届けしたいというふうに思うんですけども、こちらのクーランですね。まあ、サムネでも見てもらったかもしれないんですけども、もう強すぎるというか、今ですね、JWC の J2 というね、タンホール13の日本トップリーグだと思うんですが、そのオンリーリーグの中の、上から2番目のリーグにいます。で、今ですね、6戦かな、終わったんですけども、全勝ということでですね、負け知らずなんですね。で、競ってる勝負っていうのも、まあ、一戦かな、まあ、ロジックドネーターズさんとちょっと競ったかなぐらいで、それ以外はもう完全に3つ以上の星の差、まあ、つまり全回数の差ですよね。これをつけて、勝利していると、まあ、いうね、このめちゃくちゃ強いので、おそらく J1 に行ってもですね、これはもう完全に台風の目になるんじゃないかと思うんですが、現在ね、J1 に上がるに、従い、メンバーが、プラス5人必要になるので、絶賛募集中ということでね、でぜひ腕に覚えのある方ないしは、ちょっとガチでね、やってみてえなっていう方はね、ぜひ、お越しにいただいたらいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、私はね、この撮影用のアカウントを入れさせてもらってるだけです。はい。でですね、プレイヤーではないんですね。ですね、今回、お話ししたい内容は、特に、この戦術とかね、まあそういうのはありません。ですね、めちゃくちゃすごいリプレイが3本あって、で、これちょっとですね、何か噛み砕いて参考になる伝え方をするというよりは、本当 J2 のですね、その JWC の J2 を、トップ通過、圧倒的なトップ通過してるクランの、本気攻めがどんなもんなのかっていうのをちょっとね、見てもらうような回にしたいなというふうに思います。で、これは、正直ですね、真似できないからちょっとやべえなとか、うわ、これちょっとこんなレベルなのかよみたいなね、あんまり落ち込んでほしくはないんですね。まあ、圧倒的に凄すぎるっていう印象を私自身も受けていて、まあ多分自分でもこれは、発想しろと言われたら厳しいと思うんですよ。まあそういうレベルの本当攻めなので、もう本当にね、日本トップのプレイヤーってこういうことを本気でやったらやるんだなというところを見てもらいながら、まあなるほど、ちょっと、まあまあ、頭の片隅に置いとこうかなというぐらいにね、思ってもらった方がいいと思います。まずは、リーダーミラコグさんですね。相手の一番に対するアタックなんですけども、何がすごいってこのババキンの処理のところら辺ですね。そこら辺中心に見てほしいんですが、まずはバルーン3体でこのアチャトを壊してきます。これね、なんで壊すかっていうと、まあ後でわかるんですけども、このババキン処理するために壊すんですね。で、突撃艦からの、中にはイエティ。で、これでレイジをかけて一気に相手のアーチャークイーン、さらにインフェルノタワーとこの辺の、施設を一気に削っていきながら援軍を釣り出していきますね。相手の援軍ドラゴンはここでギリギリ釣れることが分かってますので、これで釣り出していくと。で、相手の、ドラゴン援軍たちはアーチャークイーンで、処理していきますね。これテスラが残っちゃったらちょっとこのウィズが焼かれるかなと思ったんですが、これは大丈夫でしたね。なんとか、ギリギリクイーンがそれないぐらいのカットができているんですが、このですね、ドラゴン処理はちょっと置いといて、見てほしいのはこれですね。ネクロマンサー2体つけて、スケルトンをうまく使ったこのババキン処理ですね。これを相手のこの援軍処理をしながらやっていくんですね。このね、時間、まあ、まずこの発想もすごいんですよ。アチャ島があったら、まあ、当然これできないんで、アチャ島を壊していくっていう、まあ、そこはまあいいとしてもですね。まあ、このネクロマンサーでババキンを倒していくという、まあ、この発想ですよね。まずここがすごいのと、さらには、このアーシャークイーン、クイヒーパートの動き方をある程度読みながらですね、その進行を読みながら、このネクロマンサーを出すタイミングを測れるっていう、ここの、もう感覚的なものですよね。もう多分これ絶対、私真似できないなっていう感じがしますね。で、このネクロマンサーたちも無駄にするわけではなくてですね、今、アーチャークイーンがタウンホールに向かってきましたよね。で、そこでネクロが行って、ここでまだ一生懸命頑張ってますけども、このスケルトンたちと、ディガホグが合体していくんですね。いやー、このネクロマンさんが最後は掃除役になってぐる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 回っていくわけですよ、スケルトンを出して。んというね、この回収にも使うという。アーチャークイーンはまあセオリーですね。こういう、相手のですね、配置が壁が2つにこう分かれている、こういう島型配置と呼ばれる、まあこういうパターンですね。の場合には、この隙間にアーチャークイーン、クイヒの格好で流し込んでいくと、それがですね、壁に阻まれることなくどんどん進んでいけると、まあいうね、メリットがある。まあこれは、こういう島型配置を、取るときのまあセオリーなんですけども、まあ、それに持っていくときの、
前段階としてのサイドカット。ここの、なんていうのかな、ここのサイドカットですよね。ここのサイドカットをネクロマンサー2体でやると。まあ、せっかくに言うとバルーン3体も追加してますけどね、このアシャトを落とすのに。で、バーバリアンキングをネクロ2体で処理しながら、さらにこの辺全部ネクロでカットしていって、ディガホグ、マイナーとホグライダーを、こうガーンと回していくというね。で、この辺に関しては、また突撃艦プラスの、クイーンチャージ。アーチャークイーンのクイヒーですね。取っていくって、まあ、こんなプランニングですね。まあ。いや、よく考えるよな、っていう感じですよね。本当にすげえなと思うんですけど。まあまあ、ね、こんなようなプレイがあともう2本ありますんでね。見ていきましょうか。なんかもう1本目でお腹いっぱいになっちゃいそうですよね。はい、2本目です。これもディガホグですね。で、今回のポイントっていうのは、ですね、使い方を見てほしいのはですね、まずこのアーチャークイーンのクイヒーパート。まあ、これも当然すごいです。見てほしいんですが、バルーンとディガー。これもちょっとね、注目してほしいんですね。ぜひ見ておいてください。ね、下パートの方は、ディガホグがガッとね、こう面で押していく、なんていうのかな、アーチャークイーンをこっちにまず歩かしていくんですね。で、この面でもって、ディガホグを押していくんですけども、見てほしいのは、こっちの方ですね。ここ注目。大注目ポイントです。見て言ってほしいので、ちょっとね、下方面のディガホグパートは少し飛ばします。今も始まっちゃいましたけど、アーチャークイーンの後ろからバルーンを一体出して、ヒーラーのね、なんていうのかな、に対するホーミングをこう回収してるんですね。この火力密集したりですよ。で、これをやるっていう。いや、それは火力がなきゃ僕だってできますよ。だけど、もうアーチャークイーンの体力がギリギリで管理されてるところでこれやると。で、さらにここのね、キャンプ見てください。これね、なんでこのキャンプを見てほしいかっていうと、ここにタイミングを見計らって、ディガー当てていくんですね。はい、これですね。まあ、ウィズでも良かったのかもしれないけど、ディガー当ててきますね。で、これが何なのかっていうのをね、これから分かるんですよ。これを壊すことによって何が起こるかっていうと、アーチャークイーンが下に行くじゃないですか。はい、これで援軍を自分の足で吸い出すわけですね。これやんないと援軍が吸い出せないから、ディガホグが展開できないってことなんですね。で、さらにですね、この後アーチャークイーン壁殴ります。壁殴ってこっちに、中に入ってことをするんですね。そうすることによって、ディガホグのパートをさらにこう、歩く距離をこう狭めることができるということなんですね。このパートの。で、もう一個は、これタウンホール今ディガホグが壊しましたよね。だけどこれ今、なんでこのタイミングでディガホグが壊すかっていうと、アーチャークイーンがこれ無視してるから、ディガホグが壊さなきゃいけなくなってるわけなんですが、ですがですよ。普通ですよ。ここにね、タウンホールがあったら、壁一層この辺開けて、アーチャークイーンでこれ処理したくなりますよね。で、おそらくそういう風に、させないように、壁を作ってるんですね。わかりますかね、ここ。壁がちゃんとここに層がこうありますよね。こんな風に。で、アーチャークイーンが居抜けないと。ここにもしっかりとスペースがあるので、アーチャークイーンがここからは絶対居抜けないわけですよ。クイーンがね。居抜けないんですけども、それをあえて、居抜けないなら居抜かせずにスルーしてこっちに流しちゃうと。で、さらに途中からこのバルーンを当てていって、ホーミングの解除をしながら、ディガーを当てていって、こっちに行かせないと、こっちに行かせるというね。このルート作り、この三部作ですよね。アーチャークイーン、クイヒー三部作を、まあ、綺麗にこの短時間で演じ切らせるっていう、もう、とんでもねえなという感じですね。はっきり言ってこれも真似できません。こんな、リプレイが仮にあっても、到底なぞる気にはなれないですね。こんなの。もう無理でしょうって思っちゃいますね。いやー、もう2本目でお腹いっぱいですね。お腹いっぱいなんですけど、まあ、最後行きましょうか。もうデザートが残ってますんでね。これもまあ、また本当に絶品デザートなんで、見てもらいたいというところですね。はい。これ。今度はね、スーサイドラバルになるんですけども、クランの城が災害層にある場合には、スキニーゴブリンでこんな風に、援軍呼び出さずに一気 に壊せます。なので壊しちゃったら援軍当然出てこないんですね。これ知らない方ももしかしたらいるかもしれないんですけども出てこないんですよ。で、そうなってきたら、あとはこのゾーンっていうのは、相手の重要施設が全部集まってるんですね。アーチャークイーンにイーグル砲と、対空砲2本ありますね。この辺をアイスゴーレムをうまく使いながら、バーバリアンキングと、アーチャークイーンでこう潰していくということですね。
しっかりとバーバリアンキング、アイスゴーレムでターゲットを取って、次はバーバリアンキングで取ると。バーバリアンも、フィストを放つことによって解放して、ダメージのターゲットの取り役にしてますね。で、こんな風に、まあ、ルートを作っていくわけですね。あとはここから、一気に面でね、ゴツンとこのバルーンたちを出していくんですけども、さあ、二つ目のポイント。突撃艦の中に何が入ってるかですね。まあ、これはね、多少やってる人は、まあ、まだいると思います。まだいると思いますね。突撃艦の中には、スキニーゴブリンプラスのラバーハウンドなんですね。で、このスキニーゴブリンで一気に相手のタウンホールをこう破壊していきます。スキニーゴブリンですね、ちゃんと、タウンホールを5体かな。だった5体、もうちょっとだったっけな。15枠分かな、しっかりと入れていけば、スキニーゴブリンだけで、そのスキニーゴブリンの無敵時間っていうんですか、を使ってタウンホール壊せちゃうので、壊し損ねがないんですね、基本的には。で、それプラス中にラバーハウンドを入れておくことによって、このスーサードラバルの、バルーンパートをこうサポートしていくわけですね。で、その、なんていうのかな、ルートがもうさ、こうできてるじゃないですか。ここが壊されちゃってる状態になってる、あ、違うか。ここが壊されちゃってる状態になってるんで、まあ、バルーンたちは、こっからね、面でこう入ってきますね。じゃあ突撃艦はどう行くかというと、こっから行ってこう行くわけですよ。そうするとバルーンたちの進行方向に、突撃艦から出てきたラバーハウンド、このラバーハウンド君がしっかり進行方向にこう歩くような形になって、これもちゃんとバルーンをサポートする動きをするわけですね。まあ、ここまでのプランニング、まあ、最初のですね、このなんていうんですか、クランジョを、ね、スキニーゴブリンで壊すっていう、まあその発想、ここまではまあ私もできると思います。なんですけども、もうそこから、ババキンとアーシャークイーンを使って、この四字面のところ、この辺の相手の主要施設を全部カットするっていう、まあこのプランニングですよね。カットすると、対空砲2本プラスイーグルと、まあこういう施設をカットしていって、あとは、面でこのバルーンを出していくんですけども、普通だったらですよ。僕だったらここに多分ボマー入れちゃうんですね。ボマーを入れて、このタウンホールのところまで、なんていうんですか、そのバルーンを生かすための、縦役にして使っていくパターンだったりとか、突撃艦を使って、まあ、この辺で多分弾けさせちゃうんですね。この辺とかで。こういうとこで弾けさせて、で、バルーンのルートをこうね、限定していこうとするんですけど、じゃなくてね、今この環境で、すごい使える、この、そうか、やっぱ5体ですね。スキニーゴブリン5体。うん。この組み合わせっすよね。この組み合わせを使ってタウンホールを確実に壊して煮干しを取っていきながらのラバーハウンドでバルーンの延命を図って全回率を上げていく。もうここまでのプランニングになってくるとさすがに手に負えないというか、うん、これを、うん、どうすれば思いつくのかなっていう感じですよね。はい。まあ、というところでですね、もうこの3本見てもお腹いっぱいで、うん、なんかちょっと自分のね、上には上がいすぎて、もう、クラクラするのが嫌になっちゃうような、まあ、リプレイなんですけども、まあ、最初に言いましたけどね、多分ね、ここまでできなくても全然大丈夫だと思います。多分、この攻めって一応私もですね、去年世界選手権を、ドイツのね、アリーナで生で見てます。見てますけども、トップのプレイヤーたちですら多分、ここまで、すげえね、プランニングの攻めっていうのは、まあ、あれは、そのプランする時間もね、あったりするので、なおさらかもしれませんが、なかなか多分できないと思うんですよ。で、そういった中で、まあ、練りに練ってね、このプランを、できてる、まあ、TH コンプリーターさん、すごいんですけど、かといってね、まあ、なんていう、ここまでできないからといって、本当じゃあ日本のね、中でも上位に行けないとか言うと、決してそんなことはないんですよ。今回、まあ、全部のリプレイ、紹介してませんけども、当然こう、星2で終わってるリプレイだったっていっぱいあるんですね。こういう風に。あるわけですよ。結構前回多いけど。あるんですよ。あるので、決してですね、今のようなプレイばかりが横行してるわけではないと。ほんと、ごく一握りの3本を私が取り上げてるだけという点なんで、安心してもらいたいんですが、ただし、目指すべき、その雲の上っていうのを見ようと思ったら、このレベルの攻めがあるんだぞっていうところを、ですね、まぁ、ちょっと参考に見てもらって、まぁ、まだまだね、開拓する余地っていっぱいあって、奥深いゲームなんだな、面白そうだな、頑張ってみようかなぐらいに思ってもらえたら、もう私はいいんじゃないかなというふうに思います。まぁ、僕自身もね、こういったプレイができるようになるような、まあ、その練習していきたいと思うんですけども、まあ、あくまでね、楽しみながらこれを追っかけていって、これにね、
ここにまあキャッチアップできないからといって、嫌になっちゃうようなことはね、まあないように自分もやっていこうなというふうに思います。まあ本当にね、見るだけでも楽しくなるんで、まあこういうリプレイはね、また、これからも上げていきたいというふうに思いますので、ぜひですね、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴いただければすごい嬉しいなというふうに思っております。では、本日、この辺りで終わりにしたいと思います。またね、TH コンプリーターさんからの動画をお届けしたいと思いますので、よろしければぜひチャンネル登録してお待ちください。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。